仏教大学はこちらをご覧ください。ここでは歴史学部について紹介されています。歴史学部は歴史学科、歴史文化学科の2つの学科が設置されています。歴史学科は日本史、東洋史、西洋史、京都学といった4領域の歴史を横断的に学べるのが特徴で、2年次からはそれぞれのコースに分かれて、より深く文献資料を読み解き研究をしていきます。一方、歴史文化学科は歴史に残る文献や遺跡はもちろん、町並み、祭礼、芸能、芸術、神話、伝承など様々な形で今に残る有形、無形のものから文化を紐解く学びが特徴。こちらも2年次からそれぞれのコースに分かれて、より深く探究していきます。どちらの学科にも共通しているのは、座学から吸収する知識だけではなく、フィールドワークの授業を多く取り入れていることです。例えば、歴史学科京都学コースでは関連する史跡や寺社を訪れたり、歴史文化学科考古学地理学コースでは日本最古と推定される戦火が発見された遺跡の見学などです。また、日本三大祭りの一つに数えられる祇園祭りを運営から携わることで、その歴史と文化を肌で感じることができる祇園祭り研修といった京都にある大学ならではの授業も。歴史を身近に感じることは学習意欲を高めることにもなりますよね。こうした専門性の高い歴史学の習得から豊かな人間性も磨けます。卒業後は企業、教育や公務員のほか、観光、旅行業界など様々な職業にも活かすことができますよ。